FC ギフ FC ギフセカンド FC ギフセカンドは日本のギフ市を中心とするギフ県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟する FC ギフのセカンドチーム2006年に FC ギフ B として設立設立目的は2006年に FC ギフが行ったレギュラーの入れ替えに溢れたアマチュア選手の受け皿となることと2012年の 第67回国民体育大会に向けた強化であった。初年度に関係者による日程見落としのため試合を放棄。危険試合扱いとされ同年の成績を無効とされた。2008年に FC 岐阜セカンドに名称変更。同年には岐阜県サッカー選手権大会で優勝し、第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場した。 2010年より東海社会人サッカーリーグ2部に2011年から東海社会人リーグ1部に参入している。なお、運営会社の株式会社ギフフットボールクラブは長年の経営環境の悪化によりギフ生流国体開催後は当クラブを維持していくことは無理という認識をしていた。当初の目的であったギフ生流国体では2回戦で 京都府に敗れベスト8に終わったが FC 岐阜セカンドが単独で岐阜県チームとなった翌年の第68回国民体育大会では決勝で東京都を破り岐阜県に同競技初優勝をもたらした2013年第49回全国社会人サッカー選手権大会で3位に入賞し第37回全国地域 サッカーリーグ決勝大会への出場資格を得たが、辞退した。ありがとうございます。